西のサキュバスに対するみんなの反応。よく許されたな。数ある悪魔の名前の一つだから許すが、みんなサキュバス好きだな。サキューバス。サキューバスに乗りたいなよな、僕もな。サキュバスが嫌いな人なんていません。里のサキュバスはいないの？まあ、あなたほどのオーナーが名付けられるのなら。気づきましたか？西山オーナーに怒られるやつじゃって思ったらご本人でした。フラワーとは別人、別人です。馬娘ユーザー的には西野イコール西野フラワーだからガチでセイちゃんみたいな反応になる。ちなみに実装まだ？サキュバス衣装フラワーとか星10になるまで回すわ。とりあえず悪魔パーマーの衣装着せよう。フラワーの私ママになります。って割とヤバいイベント名よね。フラワーのママのデュプリシと血を引いてるからフラワーもサキュバスの可能性が。オーナーから返信があるとはこの理白の目をもってしても読めなかった。ちょっとフットワーク軽すぎんよ。これにはウンスも思わずにっこり。ウンスがもっこり？せいちゃんちょっと座れますね。来年のハロウィン決まったな。ロリサキュバスは破壊力やべえぞ。お兄様、あのね。ウンスが干からびている。本人からの返信でさらに冷えってなるわ。いきなり主人公の背後取ってくる強キャラのセリフなんよ。せいちゃんのびっくりしてる画像が背後取られてそのセリフ言われてる場面にしか見えなくなった。お気づきになりましたか、例の孔明。いきなり発言者の背後取ってくる強馬主さん。西野の創造神に言われたら何も言い返せない。孫がゲーム好きだからちょっとお茶目に走った説。名前に気を取られていたら素人でもわかるインブリードの凄みに驚いた。ネロ自身 G1 に届かなくても守護倍利させたくらい西山オーナーのこだわりのあった決闘だしな。馬娘化したらどうなってしまうんだ。母の名前も感銘プラス養父で草。星雲感銘の牝馬は妖艶な感じにするジンクスでもあるのかな。スカイさん横になってください。実況がサキュバス上がってきた、サキュバス上がってきた、とかサキュバス差し切った、とか絶叫すんのか。そこは抜き切ったでしょ。サキュバス迫る、とかサキュバス抜いた、は公序良俗的にどうなんだろう。逃げならサキュバス粘る、サキュバス粘る、サキュバス押し切ってゴールイン、になって純愛っぽくなるんだが。追い込みならサキュバスぶっこ抜き、とかなるのか。気がつきましたか？矢印強キャラ集がすごい。主人公たちが真実を知って驚愕しているところに暗がりからゆったりと現れそう。つまり全ては計画されていた、当たり前。事務室で手綱さんの本当の履歴書を見つけた時と同じ反応だ。朴訥な感じだけど雷電的に色々見識が深くて頼りになっていた味方ベテランが実はスパイだと気づいた瞬間後ろを取られてた感。西山さんの新たな名言の誕生である。横山三国志の孔明みたいなリプする西山オーナーに芝。父ネロだからフラワーの血縁だな、ネロの母がフラワーの妹。母の母がこれでいいのだって言ってるし、いいんだろうな。この子はどっちも西山さんの馬からなんだけど守護馬も繁殖牝馬も自前で揃える人って今どれぐらいいるんだろう？来年のハロウィンはパーマーとフラワーのダブルサキュバスだって？むっちゃアメリカンな決闘やな。アメリカンなサキュバス。キリスト教圏内だからね適当。OSC ハーシーハーカミンカミンなサキュバスか。わしが作った。頼んでおいた。気がつきましたか矢印ニュー。そのうち打線組めそうだな。俺もこんなセリフが言ってみたい。今回は残念だったがこのレースの勝者も父ネロなので実質勝ちだな。強力レースに出走は西のレールガンモッフってなる名前。夢に出てきてほしい名前。すげえ抜いてくれそう馬群を。サキュバスの格好した西のフラワー想像しちゃったじゃないか、ズキューン。ちょっとせいちゃん砂になりますね、サラサラサラ。早くも干からびてる。いつもの笑顔で上手に絞ってくれそう。牝馬でよかった。ボバなら西のインキュバスだな。響きが普通にかっこいい。ちゃんと9文字内に収まるからいける。
ダークネスイリュージョンとかソウルフィスト使えそう。馬名は社員から募集なんやろ。名前にファーってなったけどめっちゃいい体してたので期待しながらレース見てたわ。出遅れ&大外回ったせいで馬券内に来なかったけどいい末足だった。そのうち勝ち上がれそう。あとめっちゃいい体してる。いい体、ふむ。西山オーナーの相変わらずのフットワークの軽さ。気軽に城下町に遊びに来る殿様感。せいちゃん横になりますね。枕の下に写真仕込んで備えてそう。西山オーナーがリプしてるの割と見るけどいざご本人から来たら震えそうだ。西山オーナーって入れてるだけでいいねが飛んできてヒットなったぞ。でかい日記をもそもそもネロ3区なのね。ネロ3区 JRA 初勝利やで。西のフラワーちゃんに体中のあらゆる液体すべて抜かれたい。せいちゃん下になりますね。乗られる方が趣味と申すか。せいちゃんそう受け。どういう経緯で名付けたのか気になる。今日ダート未勝利勝ち上がった西のカシミヤにメスちゃんも期待できまする。ふわふわしてそうな名前ね。後日米田とも水あたりにせいちゃん差し絞られてそうな予感。ふーん、西野くんがサキュバスにねー。あり、ですねー。俺の運姿盾になっちゃう。ときめく名前だ。栄新サキュバスもください。里のサキュバスもだ。セッマルスアピールやプレイメイトもいるからセーフ。プレイメイトはまだしもセックマルアピールはよく通ったな。日本語だとほぼ100行為のことを指すけど英語圏の方は変な意味ないのでは。英語ならプロフィールの性別欄で普段見かける単語。このおじさん今日キャラがその辺ほっつき歩いてる感ある。名前つけたの女性の方なんだな。ぜひ馬娘かのご検討を。レベルドレインはやめろ。変な紋章や起因されてそう。これが本家だから許される領域というやつか。星雲ハーデストいい、最近は闇属性っぽいのにハマってるのかしら。父がネロなのもなんとも言えない。ツイッターで変なのに絡まれることも多い人だけど基本楽しんでるよな。なるほど、来年のハロウィンコスはフラワーのサキュバスか。もしくは衣装という形でフラワーかスカイが着るのかな。フラワーの衣装違いで考えてる人多いけど、実装するとしてもフラワーとは別人での実装でしょ。あったとしてもフラワーの姉妹くらいの設定が限度じゃね？もし馬娘化したら固有は間違いなくスタミナ吸血か、強そう。けしからんな。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。